前回のあらすじ。貴様らと話をしたいというお方がいる。おとなしくついてきてくれるか。そして物語は続いていく。それが人に物を頼む態度かよ。だからエルフは気に入らねえんだ。ここで決着をつけるか。ああ。まあ話を聞くだけ聞こうじゃないか。そう言っていただけると助かる。こちらも無駄なちで刃を汚したくはない。ではこちらへ。待てよ、こりゃ牢屋じゃねえか。捕まった。悪いな。少しの間そこでゆっくりしててくれ。まったく、この島の奴らはどいつもこいつも。何か言ったか。いや。セルマ、よくやった。あんたたちの大事な薬を持って行ってしまった。そのことは謝る。すまん。計画通りだった。どういうことだ。人間が勝手に集落を作り、島の王さなぞ名乗るくらいは多めに見るが、この地を他国に売るなどあってはならん。何が言いたい。人間とは幼稚な醜い種族だ。理由さえあれば他人を平気で傷つけられる。私はそんな種族を他に知らん。お前たちにはこれから起こることの証人となってもらう。だから生かす。あと数日もかからぬはず。おとなしくしておれ。長老のなんかあの、おい、出せ、今すぐ出せ。素朴な目がたまらんな。どうするよ、ポーラ。何か食べらんでいる。そうやな。他の人間殺す。はあ。恐ろしいと考えんな。早く出ろ。そして早く自分たちの村へ帰れ。どういうことだ。いいから早く戻ろうぜ。何が起きたの一体。急に何何一体。襲われたの。来るか。なんかあれか、やらかしたか。ごめんよ、取ってしまって。なんか怪しいな、ここ。何か見える。何か見えんじゃないか。怖いわ。こういう隙間って怖いよね。クローゼットの隙間。なんでもない。やっぱなんでもないわ。なんでもありませんでした。さあ行くぞ。ダダ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 。いや、もしかしてあの長い道のりを戻るってこと？あ、こうやっぱりな。やっぱりここを戻んなきゃいけないのか。何？できてんのか。カットするか、じゃあ。死を与えよとの指令だ。我々に毒を献上してくるとはいい根性。さあおとなしく罰を受けよ、裏切り者ども。そういうことだったのか。あれ毒だったんだ、あのエルフの、エルフの薬。なるほどね。
すげえな、全部作力作詞家じゃねえか。まあそれは楽しそうだな。あれ音がバグったかい。あ、強いな、しかも敵もしぶとい。うわ、危ねえ危ねえ危ねえ、めっちゃ苦労されたな。で、多分これもう一発やれば倒せるかな。あー、回復してもいいよ。一気に攻めよう、攻めるぞ。よし、行け、俺と待ってます。よしよしよし、おー、レベル上がるね。ゲーソス5年4、なんかレベル上がると体力回復するのいいよな。すごい便利っていうか、他のことは楽なんだけど。一気に攻めるか。じゃあじゃあこれとこれとこれとこれだな、これでいい。主人公あれを使えば、あれ使えばよかったか。レベル2のバツの紋章レベル2使えばよかったな。まあいいや。あ、倒した。あ、よかった。これ倒したんだ。よーし。まだ来る？おかわりはどんどん来るよ。やるじゃないですか。まあ、こっちはもう楽な仕方があったからな。で、これでこれでこうすると。あの、あんま調子に乗るとあれだからな。あの、なんかボス的な何か出てくるかもしんないから。大丈夫か。3回バトルだね。あ、なんか強くなってる。4500分、ありがとう、いっぱいお金くれんね。それに金欠で困ったんだよ。うるさい、今は俺をほっといてくれ。これが空力の指輪。マジ、俺が持ったの毒で、それは聞いた。しかしはただのきっかけにすぎる。人いずれこうなった。それが早まっただけだ。どうした急に。なんであれを盗ませようとしたの、この人は。そもそもなんだこいつは信じるっていうのか。まさに7に何かあれば、まさか死んでみんなに戻ってる。そんな事態を防ぐために今我らに脳細胞を持ち悪くすれば。まあね、こちらの平和をしよう。まあ、まあ、そこまで言うんだなって。まあ、そこはちょっとボスとしての器を見せつけるか。うん、仲間になった、よろしく頼む。オーラ下げに。その後はナナルの選挙に失敗したそうだ。気をつけてかかれ。野犬に首をつけるのは意外と難しい。はーて、ナナルは遠いと。あいつのやり方は時間がかかりすぎる。しかし中央から連れてきた正体が全滅とは。うん、意地の目が長けせようかない。コルト、この件トロイにはまだ黙っておれ。了解いたしました。なんのこっちゃ。帰る、いつも帰るしかないよね。もう敵出ないよな。出へんのかよ。誰今度。まだ空力出てくんの。空力全滅させたわけじゃないか。いるじゃん。やばくねえかこれ。これやばいな。帰りましょうね。てるる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 。あばよ、犬。お前と過ごした日々を、俺じゃ忘れしないさ。こんなやついたっけ。まだあったね、旦那。サイコロで転がします。あれ、こいつ。ん？ちょっと待って。こいつさ、俺昔巻き上げ、こいつから昔巻き上げられたんじゃなかったっけ、俺。ミドルポートで。同じやつだよね。だと思うんだけど。サイコロ、あー、チンチロリのやつか。そうだ、多分そうだ。てか、なんで街の中に敵が出てくるんだよ。ニワトリ、あれだ。あー、思い出した。なんかやっぱ減ってんな。あいつやっぱ食ってんのか、あれ。あのお嬢様。麻雀お嬢様。しょうがねえな、ほんとな。嫌がらせの領域が半端ね。野生的だから。さあ、行きましょう。あれ？こんにちは。何やったのかな。私も連れてってもらえるんだろうか。実は村を追い出された。お前たちのローカルだし。で、私のコーナー間違っていないと思う。
そのことを長老仲間に分かってもらうために、そのために私も行く。あ、マジで？おお、仲間になっちゃった。なんか知らんけど。これからちょっと話を、まあ、進めることできるんだけど、まあ、この時点で結構な数の人を仲間にできるっぽいんで、ちょっとまた仲間集めパートに入ろうかなと。よ、ピッキーさん、お前の顔ちょっと見ていくか。ピッキー相変わらずな、変わんねえよな、なんか。でも随分なんかあれだね、丁寧だな今回は。あれ、なんか行けるとこ減ってないか。ネイトーに行けなくなってね。あれ、なんで今度ネイトーに行けなくなってんだ。ネイトーで次イベントあんのかな。ネイトーなんか用事あったっけ。あー、あるんだよな。なんでだ、なんで行けねえんだろう。こういうなんか仕立て屋の人がいたと思うんだけど、仲間結構集めたらなんかもう一回話しかけてくれみたいななんか言われて、でー、まあどうかな、そういけるかな。まだ似合うな、チュニック、ローブ、なんでも OK。 お、それであの向こうの船、お、それでのセンターダラブは当然皆さん含む必要でしょう。まあね、お願いします。お、仲間になった、やったね。よーし、なんかあったか。この曲いいよな。俺この曲結構好きだ。次はっと。あ、まさか次の目的地ネイトなのか。ちょっとネイトを、まあいいや、ちょっと用事があるから、じゃあちょっと話を進めつつ、ちょっとまあ仲間集めるか、じゃあ。まあ、よくわかんないけど。まあその条件としては、なんかネイト周辺で、あの、白峰っていう人を仲間にしたじゃん。あの、なんだろう。あれ。なんか、魚を釣る、なんか網に引っ掛けて、なんか魚を釣るなんか、まあ、引っ掛ける人がいいんだけどさ、それをやると誰かしらが仲間になるというお話を聞いたんだが、どうかしらに、まあ、あとね、あの、まあ、ネイトーで仲間にできるやつが、あの、なんだ、まあ、いるらしいんだよ、なんていうか。とりあえずここら辺でちょっとイベント進みそうだから、ここちょっとやってみるか。どうだっけ、2階か、1階に寝よう。そして寝る、回復しとくべきだよな、常に。その前にチェックだな。さあ今日もお前らのあれを見させてもらうか。昔の知り合いを探している。もう何年も前に俺のことを去ってるって思った。はあ、俺が死んだら、まあ、俺も家族なんかやってるからいつなんかわかんねえ。その時は習い頼むぜ。な。うるせえ。あー、こいつな、フライパー。皆さんのターンのためにと、部屋を作っていただきました。あー。あ、ラインホールとかびっくりした。ラインバッハリ見た。なんでこんな、何を言ってんのこいつも。あいつは素晴らしい漁師。昔からあいつのことは知っております。あいつの天才という、はあ、そうなの。見られたようなために不思議な気分になります。風の音と波の音がなんだか話をしてるみたいに聞こえる。本当ですよ。あ、まあ、それがなんかあれか。なんかもう極めた男の、あれだよな。なんつうの、まあ、あれだよ。よくわかんないけど。で、そろそろ網を引き上げようと思うんだが、どう？来るなんか。ほほー、大量大量。ん？こいつは、あ、人魚だ、人魚が釣れてしまった。いかな、海に戻そう。リーラン。ん？こちらリーリン殿の知り合いで。リーラン心配したんだよとか、久しぶりだなこいつな。リリー、悪者がうまく逃げられて逃げ、あ、ダメだ。うん、大丈夫、悪者が来ただけお姉ちゃんだ、逃げたから。みんなとはぐれた。なるほど、一緒に行こう。うん、なんかいい話です。よーし、お、なんかいっぱいある、もらう。うい、じゃあ書いとくか。はい、で、そう、このネイト周辺で、まあ、そのなんか引き上げると、まあ、あいつが仲間になるっていう、まあ、そんだけ話なんだけど、
もうだいぶ結構仲間増えたんじゃないのか、なんだかんだで。よし、よしよしよし、ネイトーに行きの、ここ行ったらネコボルトの集落も行けるか。村長ね、どこだっけ、忘れちゃったな。ネイトーネイトー、こっちだっけ。ここもちょっと久しぶりな気もしなくもないような、俺の気のせいかもしれないけど、ここだな、俺の記憶はそう言っている。間違いない、違うな、ここじゃないな、どこだ、ここだ、ここだ、ここ、おれ村長の家、完璧だよ。こんにちはっす、お話です。なんと共にクルクと戦いと、うん、やめてもらいたい、変な袖に巻き込まんでくれ、話聞いたくない。なんかお持ちか、自分らの話が真剣だという見せる、オベルの女が力を出した、託したあなたに。お願いします、はあ、若い者ほとんどオベルやらねえうち、はあ、そうなんだ、まあいいとこだよね、ここはね、静かで、はあ、片足としてその人に村が襲われたりしたらどうするつもり。まあ確かにな、あ、マジで村に望むやつは連れてくれ。合わせた人間がいる、治療が必要。あれだっけ、なんかな、昔なんかここに流れ着いた人だっけ、なんかイリアとなんかバカってかなんか大砲でバーンってなって、でこれで OK なの、何何、まあね、巻き添えだよな、そうなのか、お前の顔よく見せてくれ、かわいいな超かわいいぞ。さあどうするかな、でまあネイト、あれまだ行けないんだ、俺さちょっと向こうにある恋人が見たいな、マジでチープな、なんとなくメンバーに入れてたんだから。でなんかまだなんかあるらしいよここ、まあまあその話が終わってないらしくて、でもう一回なんか村長の家に行くと、うわ目が回る、やめろ、どうだっけ、ここだっけ、よし、でこれでやっとなんか話が進むらしいけど、村長この人か、そうルカブライト軍のラズロさんだ、お前だと一緒に行くわ、いいは、なんだケビンと言います、村長パームです、イリアトでまんじゅうとお茶の店をやってました、ああなんか行ったね、あれか流れ着いた人たちか、ご存知でしょうか、イリアトは協力の声を聞いてしまって、もうずいぶん前の話だよな、うん、私は連れてください、皆さんにまんじゅうを作ってあげることしかできないかもしれませんが、どうか、まあそれはね、まんじゅう食べたいよ、よーし、はい、長かったね、やったじゃん、ありがとう、うん、頑張るよ、これで二人仲間になったね。ネコボルトの集落行くか、じゃあそこでちょっと何人か仲間にできるやつがいるっぽいからな、多分これでテレポートできるようになったんだろう、きっと、あ、いけるいける、よかったよかった、まあ、あの道のりをネイトーからネコボルトまで行くのすごい大変だからな、こっちの方がかなり楽できるだろう、よーっしゃー来たよー、最初に、こっちだっけ、まあ、ちょっと、随分と長いこと仲間にできなかったやつがいるんで、そいつからちょっと仲間にしようかなと、思うんだが。お、来たぞー。お前だお前。俺にかかるろくなことないぞ。あなた力必要なんだ。いいだろう。
俺を受け入れてるんだな、この力存分に使う。あっさり仲間入ったな。なんかお尋ね者らしいんだよね。この人がなんかそのなんかまあ新聞に書いてあったんだけど、なんかクールークのやつをちょっとぶっ飛ばしたらもうその罪人としてなんか追われる羽目になってしまったっていうなんかことが、あのなんかあの船のなんかサロンの上のさなんか新聞記事に書いてあったんだけど、でやっとまあ仲間、やっと仲間になったね。でその新聞記事読むとなんかその仲間に立つフラグが立って、まあ、仲間にできるようになるらしいけど、どうだっけ、ここ違うな、これか、鑑定屋か、あれすごい、あっ、なんだっけ、お正面行動で、これめっちゃ高くレンジャーもしかして、あれどうだっけ、ここか、ここにチープーンが来たいと言ったから、あ、こんにちは、こいつ仲間に見えてるな、なんか怪しいな、ちょっと待って、かわいい顔して全部怪しいこと言ってんなこいつな、あ、光る弾高く売れないな、あ、この花の種これね買っとくといいらしい、なんか、あ、とりあえずこれがなんかあるな、誰か仲間にする条件となるらしいから、あれっつうかチープコーナー来たって言ったんだっけ、あれ